札幌が季節を変えるラブサタ522回目お疲れ様でしたお疲れ様でした今日は楽しかった楽しかったね緊張もしたけどすっごい緊張しました今日はね<え>もうなんだろうあのビーズサザン、うん 違う緊張感そうだねなんかもうすごいところに手を出してしまったみたいなんかちょっと神に手を出してしまったみたいな感じこんな下々のものがそう本当になんかそんな気分でしたね触れてしまったっていう感じでしたけどいや素晴らしい2時間になりましたねいやほんに皆さんのねあの選曲もしっかり本当にメッセージもありがとうございましたねて 楽しかったです。いい曲わかりが本当に。まあ、うん、またその話をしますが、はい、えこちらにですね、うん、ラブサッターってデミちゃんさん日本放送お疲れ様でした。初のツイッター参戦楽しかった肉巻きマキインゲンです盛り上がってましたね。今日すごい盛り上がってました。うん、さて今日の放送は珍しく自宅でおとなしく聞いておりました。はい といいうののも、うん、コロナに感染いたしましまて<ら>自宅療養中なのです、うん、先週の「ラブサタ」にメールしたように会社で感染者が出たものの、うん、濃厚接触者ではないから大丈夫だと思っていたんですがね、うん、しかしワクチンの1回目の接種を済ましていたおかげか、うん、発熱と喉の意外が程度で昨日からは熱も平熱に下がりこのまま療養期間が終わるのを待つ感じです。さんの曲ののの曲高音が出せないこの喉で一緒に歌うのはもどか ではまた来週ということでいやー、えー、でもそれだけデルタ株、うん、デルタ株かなそうだねうの威力がすごいってことでしょだって濃厚接触者じゃないから大丈夫かなって思ってたとこ、うん、そんなに会社でね密にっね会ってなかったけどっておっしゃってましたもんね、うん、先週もね。えー怖いねーデルタ やっぱコロナは侮るドルなだね。まあみんな侮ってる人なんか誰もいないけど、そうか。でもまあ良かったですね。ただね、また急にね、急変する場合もあるかもしれないから、本当に気をつけて過ごしてくださいね。もう何でもないよね。お家にいるだけだもんね。そうだよね。だから本当にあのなんかやっぱ迷われる方もいるんですって救急車呼んでいいのかなとか。 でもね急変した場合はあもうこれまずいなって思ったら、うん、もう救急車呼んで、うん、あのちゃんと見てもらうっていうのが一番いいとは思いますけどね,ね自分の命に変えられないですからね、うんうん、いやでも一人だと怖いよね,ね怖いよね、うん、だからなんかオンライン診療にしてもらうとかね、うんうん、なんかいつでもこう誰かとこうなんて言うんだろう。 そう繋接触できるつながれるような体制を作っていくっていうのは、うんうね、作っておくっていうのは安心ですよね。うん、自分もも安心だしねね、うん、いやーでも、ね、あのー お家でちょっと大変かもしれないけれどもちょっとでもブラサタがねまあラジオ聞けるぐらいには開放されてるってことは楽しんでくださってたみたいなのでよかったですけどまたね経過などあったら是非是非メッセージ送ってくださいね大大事事ににししててくださいください皆さんからもですねもう今日のスペシャルに当ててもすごいメッセージいただいておりましてシロの GTT さん えー、2時間の山下達郎リクエストスペシャルお疲れ様でした達郎さんの曲改めて聴いてみて、うん、いろんな季節いろんな場面であった昔のことを思い出しましたそしてやはりツイッターも盛り上がってましたね、うん、楽しい2時間ありがとうございました次は奥様の竹内まりやさんですスペシャルぜひともお願いします <laughs> <laughs> 熱望されているそうだねー マリアさんマリアさんもいっぱいあるよいっぱいありますねそうでもマリアさんは冬あたりいいんじゃない、うんうん、なんか冬っぽい感じがするよね,ねなんとなく暖かくなるような心が、はいうん、ね、冬でもそんな感じがするなもう絶対プラスティックラバーかけるでしょう。<laughs> <laughs> リクエスト来ないかもよみんなが誰かがリクエストするかと思ってなるほどねそうなんか <laughs> かけみたいなのあるよね <laughs> <laughs> 確かに 達郎さんのねとプラステックラブもすごいかっこかったけどいやーかけたかったけどね,ね<ー>プラスティックラブもねそして、えー、ラジオネーム坂石のまーさんありがとうございますあます山下達郎スペシャル最高でした、うん、僕の泣き歌のさよなら夏の人、ゲットバック c ン in l が二曲ともに流れてもう累戦完全崩壊です、うん、<laughs> そうですよね時代のラスト十一時代のラストですね <laughs> 2時間では全然足りないので <laughs>、うん、山下達郎スペシャル第2弾は三浦さんも巻き込んで3時間スペシャルでお願いします三浦さんに,、うん、に怒られるかないつか安全地帯スペシャルもお願いしますそれもいい期待して待ってます安全地帯かすごい玉城浩二さん、うん、安全地帯玉城浩二さんっていうのでもいいかもねそうだね、うん それもいいですねあもう全然いっぱいいるねまだ,、うん、<laughs> まだまだまだでもさ想像以上にあの本当準備大変ですそうなんだよそうだろう,う、ね、本当に皆さんあのまあね <laughs> そんなのは別に皆さんに言うことじゃないんだけど <laughs> <laughs> 想像以上に結構ねそうなんですよ スペシャルは大変だなっていうのを実感したね、うん、この3回ともね,ね、うん、<laughs> でも私は山立さんが一番大変でした <laughs> いやもう何せ曲が膨大だし、うん、そうねそれもあるしなんか、ね、やっぱりあの何だろうなサザンサザン私がねすごいも大好きなアーティストで、うん、も,もちろん B’z も好きですけど、うんね、なんか思い入れが強いから、うん、その分こうなんかちょっと構成とか 作りやすかったりするところちょっとあったり流れ的にね。わかるわかる。ビーズの時も私そうです。だからお互いがどっちかのそのまあなんていうんだろうあの戦戦闘に立つって変だけどさ、これだったらこれがいいよとかっていうのアドバイスしながらやってたけど山田さんはもう二人で一緒うんって考えながら頭から湯気出しながらで二人でっていう。そうな二人でねあの打ち合わせして。 この曲どうする十時代に持っていこうかとか、<う>この曲はラストがいいかなとかっていうのをね。かなり考えたね。あの、いつもテーマが出てくるまで、すごい時間かかるっていうお話もね、うん、してましたけど。選曲しなくていいから、楽だよねとか言ってたのに、もう,うん、もう大変ですよ <laughs>。あのね、テーマ決めの方が楽でした。本当に今回に関しては。いつもより時間かかったよね <laughs> そう。本当。<laughs> ずっと ずっと家でももうねずっと原稿とか書きながらね頭から湯気出してましたよ本当にただね曲は聴いてるとねすっごい現れるのずっと浄化そうなのよそして気づいた私はずっと達郎さんを聴いていて何達郎さんの歌はちょっとフランス語っぽいあのね息が抜ける感じね イカッカみたいな。<laughs> なんかうまくできない <laughs>。ちょっと、新橋のおっさんが <laughs>。イカじゃない新橋のおっさん出てきたよ <laughs>。なんかこう抜ける感じもねわかる。わかるわかるわかる。 それがねこう達郎さんの歌ってそれに近いみたいなそう、ねま、た裏声が綺麗だしねうーんファルセットも綺麗だし綺麗でしたねそうポセイドン石川さんねは、うん、すごい見事に表現されてるよね USA すごい素晴らしかった <laughs> <laughs> いや本当にすごいわ、はい、そしてえっ、ー、と FM ステーション FM 宮古で聞いてくださってます SOE さんはいえー、オールリクエス とタイム山下達郎よかったわやっぱたっちゃんキングオブシティポップですねタッチンタッチンねあの時代の音楽って曲よし歌詞よしセンスよし、うん、日本の音楽の一つの頂点だったように思います、うん、こんなら次は大滝栄一小松達樹竹内まりやユーミンよろしくお願いします<ー> <laughs> まだまだいますねね<ー>、うん、いやでも達郎さんやったからやっぱマリアさんかな <laughs> そうね。でも、私、これも大変よ。大変だな、マリア様。結構、うーんってこう唸る感じが。気がするけどね。そ,ねそして、こちら、朝道お姉さん、穴ポチでございます。はい、本放送、お疲れ様でした。今日は朝から仕事でしたので、うん、片耳にワイヤレスイヤホンつけて仕事をしていたんですが。オープニングから爽やか、達郎ワールドの世界にどっぷり浸ってしまいました。 ノリノリで仕事をしているとアナポチ君いいもの持っているねその補聴器高かったろうと言われてしまいました <laughs> イヤホンやねんっていうね 2>, <laughs> 2時間名曲の数々青春の思い出が蘇ってくるようでした今聞いても全然色褪せない名曲ばかりです先週はブラサタファミリーのチャンマロさんの結婚報告あり、うん、気分はとってもハッピーでした おめでとうございます温かい家庭と素敵な未来を築いていってくださいそしてアナポチ念願のメイドカフェ気分も味わいたいという願望を叶えてくださりありがとうございました <laughs> あれでよかったアサ<さ> <laughs> ちゃんのじゃあみっちゃんからの無茶ぶりにおかえり <laughs> <laughs> もう帰る、も <laughs> 帰りなさい <laughs> ご主人さん、もう帰る、大丈夫、大丈夫,大丈夫ですか？どうも言葉、いやー可愛い、無理は承知でもお願いしてみるもんだな、嬉しい、花方にします、あれから一週間お顔に、えー、お顔に締まりがない穴ナポチでしたということで、<laughs> いやあれで喜んでいただけたならもう良か,かったです、よかったです、はい。 そしてね、えー、もうも一つこっち行っちゃっていいかな。うんえー、みっちあさみさん、FM 日立で聞いてます。MT52A です。本放送での感想文無理なんでラブサタニということで。ヘロン、ありがとうございました。名曲です。当時思い出し、最後の製品テストが終わって、徹夜明けの設計室から昇る朝日を見たのを思い出しました。 弊社の設計室、太平洋の真ん中なんですえー、すごいどういうことど,うどんな仕事やったのううか年のせいかちょっとうるっと聞いてしまいましたありがとうございましたいつも楽しく拝聴しております頑張ってくださいねということでわあ。いやもう、でも大変な仕事終わったっいやすごいね,ねそのあの部屋音が流れてくるってさ <laughs> もうすごくないな <laughs> 泣い,泣いちゃうよね本当に本当いやうそうなんですね 当時は大変だったってことでね。本当、えー、お疲れ様でした。そして、はいえー、ルートキャンサーさんが放送お疲れ様でした。今興奮冷めやらぬままでしょうか。そんな感じですね。はい、<laughs> それともやりきった脱力感の中でしょうか。そんな中で申し訳ありませんがどうしてもお祝いが言いたくて、うん、ラブサタにお邪魔します。はい、ラジオネームちゃんまろさんご結婚誠におめでとうございます。明るくて何事にも前向きでバイタリティ溢れるお人柄が溢れた放送メールにいつも元気をもらっています。その、うん そんなちゃんまろさんだからきっと笑顔にあふれる素敵な家庭を築かれることと思います、うん、末永くお幸せにということでいやーよかったよさんちゃんまろさんね愛さ,れてるさんだみんなからこんなねメッセージいただいて、えー、ラジオネーム改札家ペーパー部長ことラジオネーム改札家部長いいです 前回の「ラブソタ」はい、復活ドルフィン風鈴あさみさん宅に出張してから番組出演がなくなってたので、うん、まだあさみさん宅にあるものだとばかり思っていました、うん、あと先週誕生日メッセージありがとうございました快速あさみの誕生日よりもちゃんまろさんのご結婚報告が嬉しかった快速あさみでございます、うん、ちゃんまろさんはリスナーの鏡ですね、うん、ちゃんと「ブラザタ放送日に入籍するとは。<laughs> 今週からはちゃんまろ若奥様からメッセージが来ますね。また一人結婚者ゾーンに独身リスナーさんが行ってしまった。<laughs> 私は個人で踏ん張ります。海草安産日でしたということで。えー、<laughs> そうだね。なんかそういうまあゾーンとかないけど、こっち来いよって言ってましたからね。こっ,らこっち来ちゃった感じだね。そんなねみんなからいっぱいの愛を受けたちゃんまろさんね、はい、メッセージもいただいております。うん みちゃんさん、みーファミリーの皆さん達郎スペシャルお疲れ様でした。ありがとうございました。ごした朝ごはんは焼き芋パンでした。<laughs> 美味しそうだけど、美味しそうね。秋だね。香川県はおとといからの雨ですっかり秋めいた涼しさです。うん、で、山下達郎スペシャルのおかげで気分はすっかり。真夏リクエストもありがとうございました。<laughs> ちょっと待って、ね、大丈夫かな？<laughs> いや、もう本当にちゃん、まろさんはみんなに愛されてる。でもなんか面倒見たくなるんだもの。うん、<laughs> 何度かね。あの出町でお会いしたことがありますけど、香川にいた時もね。お世話になりましたし。はい、すごい,い,いです急にね。ちょっとあのヘム虫が泣き出したの。<laughs> 暴れだした <laughs>、はい。大丈夫かな？はい、うん、えー、実は旦那が家の wi-fi に速度制限をかけたので<え>今日1杯。 ネット速度が死んでるんです <laughs> あの定サイマルも若干死んでて開始10分くらい電波と格闘していたんですが無事に夏が来てよかったです <laughs> よかったえ前のベースの時もそうでしたが意外にも知らない曲があって、うん、新しい発見が楽しかったです次回はぜひ、えー、女性ボーカル特集もお願いしたいところ、うん、まあユーミンとかとかね、うん、えところで先週はお祝いの言葉 大変ありがとうございました。本当に何度も恋愛相談に乗っていただいて、いつかはいい報告,報告をと思っていただけに、無事にこっち来いよの世界に来れたこと、<laughs> とても嬉しく思っています。ジュニマロ、いつ生まれるんでしょうか, <laughs> い,つかいつかね、生まれるんでしょうか <laughs> かわいい。ソングはラブローカーハッピーランディング。 あるいは青春の盛り以上で決まりですね。あえて達郎スペシャルを聴かせるのもいいかもしれません <laughs> 大太京ソングね。グね山下さんの曲は良さそうですけどね。いやーなんか英才教育な感じでするね。太京スポットね。確かに音楽すごいうるさいね。うん、お子さんが,がこの音じゃないみたいな。<laughs> ジュニーマルがヘロンが出てくるかもしれない。<laughs> <laughs> ジュニーマル可愛いね。ジュニーマル可愛いよね。<laughs> い,い。いやー素敵。いや本当ねおめでとうございます。おめでとうございます<ー>本当に。すごいねいこのメッセージリスナーさんからリスナーさんの本当に嬉しいお祝いメッセージもあってうん,うんいやでも今日達郎さんは ちょっとこうぶら下がしに残る感じになったね。そうだね。すごい。こんなにもツイッターをさ、稼働させた回ないよ。い。つもはね、もうメッセージ送ってくださってるからね。やっぱそちらを優先に読まさせていただいてるので、やっぱこういうリクエストの時はね、ちょっとツイッターも稼働させてっていうの。そうだね。なかなかこうもう事前に頂いちゃってると、メッセージ送りくださいねっていうのもあんまりこう。 声を大にして言えない、読めるかどうかないかもしれないっていうのがあるんですけど、ツイッターとかだとね、あのさっとピックアップできるんで、ねえもっと早くやっとけばよかったよって感じですけどね。お互いにやってないから分かってなかったでそうなのツイッターを。あれせね解説したのもあの前 CEO というんですか。あ、数字だったもので。そうだね。え、2010年ぐらい。 あれ何年だったっけ何年だったかなもうすごく前よねうんまだだってあさみさんとやってない段階で開あ開設したのか、うん、じゃあえすごい前だねそうだね <laughs> 踊るネタでなんか盛り上がったのだけ覚えてるんだツイッターであ,ーあでも2013年に私イギリス行ってその時に「ぶらさた祭り」やったから、うん、ってことはもうちょっと前だね,そうだね一緒にやってたからね、うん

まあ,あれもギリギリまでやってたよねってたなんか私が MDCD、うん、になんかいろいろ音声を落としてあさみさんはもうあのパソコンでそう私はもうデータをね<う>一生懸命あの <laughs> 作って私あのイギリスでもやってたもんあのデータ作りでもラ,ラブソタ祭り決めてたのにその前に旅行入れたからねそうなんだほ、ね、にそこしかなかったですね,そうもうね家族で行くね旅行だったからね 向こうではななんんかもうううていだろ本当の意味での解放感がなくてそうだよねやらなきゃいけないことがあったりするからそうううそそもなんかれもさ1階のロビーにしかないわけ、パソコンがでも、教養があったからよかった、終わるんだって感じだったけど逆にねあったからよかったけどそこでなんか慣れないさ海外のパソコンもさそうだよね全部英語じゃん、もちろん。そかどうやればいいんだみたいな感じで。 何かいろいろちょっと聞きながら「w i f i か教えてくれ教えてください」みたいなやりながらやってたねいや頑張ったねあれもねねいやでも今回の達郎さんのリクエスト一番多かったのっでクリスマスイブじゃないかなだよねきっと次がえっと「ラブランドアイランド」あと「さよなら夏の日」か「さよなら夏の日」も多かった。 もうね全部読みたかったんですけどそうなんですもうメッセージ曲もなるべく書けたいからそうなんですだいぶかぶっちゃうんだよな全の読ませていただいた方のもちょっとカットさせていただいたりとかしてるから結構ね皆さんにもちょっと放送しやすい形にちょっとだけアレンジさせてもらってとかでやってたんでまあでも2時間無事に終わってまあ無事 無事でした無事だったかな皆さん楽しんでいただけたみたいでそうだねこのもやっとしたのはあの放送の方ではありましたけどちょっとまあ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 そうですねまあでもねシティポップからの流れで山下達郎さんっていうね七月がシティポップでしたからねあ、そうだね確かにシティポップも良かったねそうだねあれも良かった もう次の、私。店団。店 <laughs> 団<っ> <laughs> ライブは。下馬券ラブとは。久保田じゃないの。あ、そうだね。<laughs> そうか、久保田マリーあ、久保田まりって、すごい失礼なこと出た、残念 <laughs> なこと言っちゃった。久保田利伸さん。だって、もう、相当難しいです。久保田俊信さんだったらちなみに。うん、何歌ってほしいとかある。 え歌ってほしい難しいなでも「ミッシング」とかやっぱりミッシングねミッシング難しいよねすごい難しいと思うけど達郎さんって達郎さんも難しいよ勇気あるなって思うよね歌う人ねでそんでその前回もさ「プラスティック・ラブ」歌ってんだよ私 なんか達郎ファミリーが好きみたい。<laughs> 入れないかな、達郎さんの事務所。<laughs> あの、八階に行ってください。八階に。<laughs>